エスタディオ・ラ・モンデ・カランサは、スペイン・カディスにある、サッカー専用スタジアム。カディス CF のホームスタジアムでもある。このスタジアムは1955年9月3日に、開場し、これまで2回の大規模な改修が行われた。収容人数は2724人であり、これは、国内で24番目、アンダルシア州では5番目の規模を誇る。1955年9月3日会場。 会場前の8月6日、当時のカディス市長ホセレオンデカランサと建設責任者カサラモラーレス、そして設計を担当したモナステリオ、プジョルの二人に、カディス CF オーナーのフアンラモン・ギジェルエロ、モンテーロらによってお披露目会が開催され、同時に国旗形容も行われた。建設当時の収容人数は1万5000人で、スタンドとピッチの間には陸上トラックが併設されていた。 コケラオトシは FC バルセロナとの試合でルイス・アレスラの得点もあり、例から読んで大敗した。スタジアム最初の改修は1984年に取り行われた。スタンドすべての改築と陸上トラックを取り払い、スタンドとピッチの距離を近づける工事が主な内容だった。また、左右のメインスタンドに屋根を設置することも計画された。この改修完了後、 スタジアムの収容人数は2万3000人にまで拡大し、アンダルシア州でも最大級のスタジアムに成長した。2002年2月8日、当時のカディス市長、テオフィラ・マルティネスによって、小規模な改修が行われ、スタジアム内の商業エリア拡大などが施された。2回目の大改修は2003年から2012年の約9年に及んだ。 この改修ではピッチを取り囲む4つのスタンドすべてを一旦排除し2003年から2005年には南と東スタンドを新たに設置。北スタンドは2006年から2008年に4つのスタンドにおいて最も大規模な西スタンドは2009年から2012年にかけて建設された。 新スタジアムの収容人数は2724人となり、スタジアム総面積は94938平方メートルになった。また、スタジアムの地下には乗用車900台を収納できる地下駐車場、メインスタンドには宿泊施設が併設された。この改築にかかった費用は約6800万ユーロにも上った。ありがとうございます。